あ、そうだそうだ、これ見た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 。見て、この後転送されるでしょこれ。あ、そうね、あの、うん、転送した直後に一瞬その場所見えて、はい、あーって死んだんだよ。相打ちだったから。俺ダークソウル2周目の、うん、あの4人の皇后で、うん、倒した瞬間に、まあ、死んだ瞬間に倒したって人と同じだな。だから俺まあ収録してたから、うん、その収録データにそのわずか2、3フレ映ってたその転送先を見て、うん、見れたから分かったようなもんで、収録してなかったら、うん、俺どうさ行けばいいんだっていう感じで、あ、ここにたどり着いた瞬間に死んで、うん、次あのドゥーンってなったのはそのアロノル・ロンドだったから。なるほど。そう、だいぶさまようよね、その後で。そうそう、普通どうだったんだみたいな。ということで今目の前に、なんだっけ、エンマだっけ、うん、エンマがいます。はい、話す。王子をロスリック様をどうかお救いください。王におなりくださいと。杯、違う、水盆、誓いの水盆、うん、で消えました。でこれを掲げることで首ごろんだけか。あ、もう近づいただけでムービー走っちゃうのか。ああ、そうね。ドクドクドクってゴロンだっけか。うん。扉が閉まった。あれ、これはどういうモーション？あれ？あ、下げる。あ、え、もう踊り子線になっちゃうんだっけこれ。あ、なんかすぐなると思う。あら。俺そっち行けばいいのかな。てかそれ一人で二人で行けるのかな。いや、行けるでしょ。俺何回もあのここで呼んだ、あの呼ばれて、あの残り火マラソンしてたから呼ばれて、あ、ここで俺白ファン活動してたんだ、ずっと。ああ、そうなんだ。あの、あ、じゃあ俺戻ればいいのか。ボルドでいいんだよね、冷たい谷の。でここでそのサイン出しつつ、うん、騎士買ってたの。はいはいはい。 でたまに呼ばれると思う。そう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 、買ってる間に呼ばれたらラッキーで、で踊り子に勝てばさらにまたもらえるから残り身、うんうん、ということで今ちょっと棺に戻ってきちゃいまして、はい、ちょっと待ってんだよ。あ、俺も買い物行けばよかった。マラソンで何回こさ来たから。上の騎士はどうしましょう。これスルーかな。ああ、この人な。おらー、ホストがおとり。うわーい、ちょっとあ、死ぬ入れないんだが、なんでだ。なんだよ、死んだわ。入れないんだが。なんでや。わからん。なんか騎士がね、多分センター霧のセンターを騎士がね占有してて入れませんでした。じゃあ倒さなきゃだ。そうね、ちょっと次倒していった方がいいかもしれない。さあ、ちゃんとはいはい、ないない。一人は来てないね。はい、ないない。はい、ないない。はい、ないない。よし、これでいける。さっき、騎士が真ん中にいて、ゴイゴイって、俺なんか端っこにこう寄せられてったもの、これ。だって。それは君の覇気が足りてねえな。覇気入れるようになりましたでしょ。あ、やっぱセンター寄りじゃないとダメなんだな。お、なんかピョーンって入ってきたよお前。パインって見たか。これが、あ、俺の技よ。君ショートソードの方いいんじゃないの。あ、いてー。あ、はい。
武器の指示来たこれ、うん、指示中だもんこの人。ホストです。はい。でした。やる気のあるホストです。ほほうじゃなくてこれ。これ。おお。やるなお前。よくわからないんだよな。なんかカポエラっぽいよね。あ、俺そういえばね、この間ね、はい、あれもう大通公園って札幌にございまして、はい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 、そこでね、夜、はい、もう結構もう暗くなってからなんだけど、はい、なんか割ともうおじいちゃんっていうほどではないんだけども、うん、まあ、ちょっとお年を召した男性、はい、と結構若い娘さんが、はあ、これね、遠目から見ても明らかに、うん、これ中国の方ではなかろうかっていう、格好、格好というか、いでたちで、はい、あーあはい、で、その、遠目に見ても、なぜ中国人だと俺が思ったかっていうと、はい、明らかに、はい、カンフー映画に出てくる人の格好してたんだよ、その二人。へぇー。その、ちょっとお年を召した男性と、うん、年の頃はもう今のリアルのジャッキー・チェンぐらいの年だと思うんだよ。へぇ、黒いなんかそのカンフー着みたいなの着てて、はい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 、で座ってんのよベンチに。へぇ、でね、うん、女性の方はちょっとまあ明るめの色だったけども、うん、まあ、夜でもそのカンフー着じゃねえかと思える感じのものを着ていて、チャイナドレス的なやつではないんだけど、ではない、うん、どっちかというとあのスーパーチャイニーズ的な、ああ、はいはいはい、うん、で袖まくってるよね。そう、それで、うん、だ男の方は座ってて、うん、女性の方はなんか太極拳のようなことしてたのよ。ああ、なるほどね、ゆっくり動いてたと、うん、そう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 、この これこの人みたいに、はいはいはい、な、静かに、ね、うん、そうそう、でなんかこうそれ一通りこう動いてるのその男の人見てて、うん、で女性の方がそれずっとやってて、うん、ちょっとこうなんかうまくできないみたいな、ここの動きがうまく、あ、死ぬのよ、生きてる生きてるここの動きなんかうまくできないみたいな感じで、そこ一回ちょっと中断したんだよね。なるほど、うん、したっけ、その男の人が立って、うん、その見本みたいなの見せるわけ、はい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 ああなるほどっつって、その女性がまたその教わった、見て教わったやつをやって、うん、でその男の方はうん、うん、そうそうみたいなことをやってたの。へえ、これ何って、ごめん捕まえた、あ、死んなよ、生きてる、お、ミリミリ、あ、この時無敵や、夜だよ、しかも、へえ、7時8時ぐらいかな、へえ、札幌の踊り公園すげえ、見てる人が何人かいるわけ、うん、うん、俺だけだったそのそれだから、え、この現代のこの札幌でその若い女性がその師匠にこう、はい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 、太極拳かどうかもわかんないけど、なんかそのカンフー的なものをこう、なんか型をこう、そうそう、ってるみたいな、ね、教わってるみたいな、なんか俺もカンフー、リアルカンフーキットやんと思って俺ちょっと感動しちゃったんですよ、と思ってこんな特訓だったんだよ、それ、こんな場面に出くわすかと思ってまさか俺そんなの見ると思わなかったから、はいはいはい、超感動しちゃったっていう、今そのこの踊り子の動きを見てそれ今思い出した。でも結構最近の話よ。へえ、あるもんだ、あ、映画だと思って。大事だな、修行はな、映画の世界。届かね、どっちが火出しようかなって。ああ、ちょっとちょっと。これやばい。ちょっとハマってるから出てきて。俺ここで城活動してるとき結構ね、まあ1周目のときやってたんだけど、これは明らかに2周目ではなかろうかっていうことも結構あってね。うん、あの呼ばれても結構死んでた。あ、本当。強いのは強いんだよ、ね、うん、危ねー、危ない危ない危ない、
端っこ結構危ない。俺も松明装備してたらやる気のなさが見えちゃう。そんなことはないよ。おっ、ごめん、これやばい。叩きつけた後ぐるんぐるんぱ、叩きつけた後ぐるんぱ、はい、これではない。危ない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 、グルーパー違う、危ない、うすごいリーチだよ、この人が。ほ、一撃離脱、この野郎。あ、なんか出す、なんか、おい、嫌でしょ、俺嫌でしょ、ほら、お尻にヒット、ほ、あぶないから、それ俺嫌でいいんじゃないかな。ランブ始めた、ランブ始めた、よいしょ、危ない、そっち後ろない、グルンパ、はい、もうちょっと、はいよ、俺の矢でいけ、ひょっちね、よっしゃー、オッケー、踊り子のソウル、はいけ、よし、もうちょいだ、消えれ早くいつまでいるんだ、ターン消え、これで はしごが倒せ、はしごがあれ、あ、これでやっと水盆を蹴るのか、あで、はしご降りていくんだっけ、カッチャーで、この首ゴロンして、これゴゴゴゴって後ろさ下がってはしご降りるんじゃねっけか、首もんげー、まあ、その辺からのつながりがね、いろいろあって、いろいろっていうか、なんだっけな、あの毒沼のとこにも行けるし、あの城の方にも行けるんだよな。毒沼って、あのなんだっけ、なんだっけ、なんとかの庭みたいな、あのだ、この間からあの名前出てこねえ、俺があのお父さんなのではって言ってる、あの竜、オルオル、えトロスじゃない、なんだっけオルニーフェクス、それ違うな、それダークソウル 2のあの鳥人間さんだったっけか、鳥人間なんだっけな、俺もソウル持ってないんだ、お前持ってたんじゃないっけ、エスロイエス、間違った、オスロエス、あ、それ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 、名前出てこねえな、オスロエスがいるとこじゃないの、それ、あ、そう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 、女王の庭だ多分、うん、さあはしご登りまして、ロスリック城、俺これオスエロスとかって言ってたな多分オスロエスとオスエロスと似てるし、これはどうしたらいいんだ、はしご登ってまっすぐ正面行けば、あー、いるんだなあ、でこっち行けばサリバーンのところのあれが、あれがあれで違う、ここどこ、あれ違う、あれ、うん、ナットさやっぱいい、えこれだと君の方進めて かな、そしてエルドリッチとその踊り子倒さざるを得ないのかな、左のそのショトカって多分左のショトカ、あー左のショトカ、あーダメだ、あーダメだ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 、あーダメだ、あー、はいはい、あの、ててて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 、あれもう、使いと骸骨騎士いるでしょ。今、特攻しちゃったもん。そこのエレベーター上がると、あれじゃない、それこそ、あの、総王子の近くに来るんじゃない、ちょっと待って、あ、違うな、あれだ。あれあれ、いやー、覚えてねえな、これ。あー、かがり火発見。あー、つけれない。モンスタインだったね。あ、誰が来てるってこと？もういっぱい来てる。これなんだ、俺の止めていいのかな、ちょっと待って、ここまで、
これはつけたい。このかがり火つけたい。おし、ついた。ババーン。あー、でも、つけただけ。この騎士倒せばいいのか。ほっ。お前一体なら。ほらー、あ、やべ、勘弁してくださいよー。いや、やってる。すごい迫力。ほらー、倒した。やったー。ロスリック城のかがり火つきましたんで、じゃあ一回止めて君のを進めますか。はい、はい、止めまーす、はい。あ、どうも、こんばんは。実は、はい、君が来る前に侵入が来て殺されました。お見事。お前買い物してるからだったよ。お見事。はい、ちゅうことで、はい、すいません、中1週間ありましたが、あ、はいはい、あ、使っちまった。はい、そっちから来たんだよな。こっちから来ましたね。うん、でそっちはまあ特にあと何もないの で君が来たことにより霧が出ちゃったので、こっち行くしか。でもそっち行けばなんか所得開通とかじゃなかったっけ、違ったっけ。エレベーターかな。エレベーターか。え、はい、あ、違う。え、なんだこれ。あー、骸骨じゃないや。あー、はいはい、あ、ドラゴン正門前か。ドラゴン正門ってなんだ。ドラゴン2匹さ、城を守ってなかったっけ。エースもっと後じゃない。これから戦うのはあの、なんだっけ、竜狩りの旦那じゃないの。ああ、あのギャンの建物。ああ、そういえばそうだね。あれ、もっと先じゃないそれ。いや、ちょっと待ってよ。え、あれ、ここにさ、羽の騎士いなかったっけ、この狭い部屋に。あ、いる、上さんいる。あれ、あっち、あ、そっか、じゃあ違う方向か。うん、でもこっちしか行けないのかも、君呼んだ時点。そうだね。あれ、竜狩りの旦那といつ戦うんだっけ。あれ、まあもうこの辺りもちょっともう全然、あとうるうる GO がなっても覚えてんねや。まあしょうがない、行こう。まあ行けばわかる。行けばわかるぞ。あれ、まっしぐる。ほら、弱い、辛いで、でも弱いみたいな感じ。意味わかんないから。袖から降ってくるから頼むよ。あれ、 OK、 降ってこない。バック下できるんだっけな。あ、来た来た。あ、できまーす、できまーす。お、ブレロー、ラララララ、オッケー。この人何これ、羽の騎士って。ちょっとドッタメタボじゃないですか。あ、弾頭斧。あ、羽の騎士の弾頭の斧。あれ、俺こんなの取ったっけ。一瞬これ上は何だろうか、アイテムかな、 なんだっけ。ちょっと待ってよ。さあ来い、侵入。わあ、俺こんなの持ってたっけ。やめれよ、来い、俺が相手してやろう。こんなの持ってたっけ。羽の騎士のだ、武器だ。へえ、来た、これ、ブンブン丸来た、ブンブン丸、ブン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 、スタミナ続く限りブン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 。どれ、ミサイルか。おっと、君ちょっとこのすごい、お、なんか投げられてる。いやー、すごいこれさ、あ、結構硬い。さすがにあれだね、中1週間と2週間。おっつー、ごめんなさい。え、
何やってんの。あらちょっと遊ぶ呼んでください。遊ぶのいいけど死なないで。いやいやいや、死ぬのも遊びのうちよ。めんどくさいから呼ぶの。あれ、この宝箱スルーしてるよ。ほう、なんだこれ。じゃあ同じ箱に出します。はい、なんかいやー